南北は15日、近日中に閣僚級軍事会談を開き、南北軍事共同委員会の構成運営問題を話し合うことで合意した。南北はこの日、阪門店の南側平和のうちで第5次閣僚級会談を行い、南北閣僚級軍事会談を近日中に開催し、阪門店軍事分野履行合意書に沿って、 非武装地帯をはじめとする対峙地,地域での軍島と敵対関係を収束させるための問題と南北軍事共同委員会の構成運営問題を議論することで合意したとの内容を含めた共同報道文を発表した。この日の会談は、9月の平壌共同宣言の履行法案を協議し、分野別の後続会談日程を調整するために開かれた。